大阪ドーム大阪ドームは日本の大阪府大阪市西区にある多目的ドーム球場兼複合レジャー施設プロ野球パシフィックリーグパリーグのオリックスバファローズが専用球場本拠地として使用している施設命名券ネーミングライツの売却により2006年7月1日から故障を京セラドーム大阪京セラドーム大阪としている工日。 大阪市がパシフィックリーグの大阪近鉄バファローズを誘致し、その本拠地専用球場として大阪市主体の第三セクター大阪シティドーム現一般社団法人ドームの会によって建設された多目的ドームである。あとに近鉄を事実上吸収合併したオリックスバファローズもこちらを本拠地として使用している。他にもセントラルリーグの阪神タイガース。 阪神甲子園球場が高校野球で使用ができない機関や読売ジャイアンツが主催試合を行っており2014年には福岡ソフトバンクホークスが初めて主催試合を開催したアマチュア野球では社会人野球日本選手権大会や全国高等学校野球選手権大阪大会の開会式とその直後の2試合が行われているまたコンサート 展示会などのイベントが開催されるほか、そう野球利用目的の一般貸し出しも行われている。大阪市による経営はうまくいかず、施設はオリックス不動産に売却され、大阪市ティドームはオリックス不動産などの出資する管理運営会社に変更されている。大阪製材会の建設を求める声に応える形で大阪市ドームが設立され、 ドームの建設が開始、1997年2月20日、大阪ガスの工場跡地に完成、東京ドーム、福岡ドームに次ぐ日本3番目のドーム球場として3月1日に開場し、パシフィックリーグの大阪近鉄バファローズの本拠地、専用球場となった。設計は、大林組と竹中工務店、建設には両社を含め10社以上の企業が参加した。 当初は、ドーム内でのイベント日以外にも、商業施設として機能させるべくショッピングモールや、アミューズメント施設、ドーム内2階のグリーンドムモール及びドーム内9階のフェスタモール、ドーム前、千代崎駅がある東側の、パドーを作り営業していた。しかしイベントがない日はほとんど来場者がなく、相当数のテナントが撤退していくことになった。またその利用者を見越して作られた。 立体式地下駐車場も、利用の低迷と維持管理費の削減のために、建設当時の台数の半分近くが解体の上、埋められてしまった。さらに近鉄の観客動員も初年度以外は伸び悩み、コンサートの利用数も振るわずと、赤字が続き、大阪市のドーム建設計画の甘さが露呈、大阪市の税金の無駄遣いの典型と批判された。経営破綻が危ぶまれていた。 最中の2004年6月、近鉄がオリックスブルーウェーブとの球団合併計画を発表しドーム経営の先行きはさらに不透明となっていく。結局2004年11月に大阪シティドームは特定調停を申請、事実上の経営破綻に陥った。合併したオリックスは大阪ドームを本拠地に選択し、初年度は旧オリックスの本拠地である、 スカイマークスタジアム、現、ホットモットフィールド神戸と取材試合を、ほぼ半数に振り分け、大阪、34試合、神戸、32試合、最終的には、神戸での試合数を削減する方針であった、大阪ドームでの主催公式戦、当初案は2006年、42試合2007年、54試合2008年、60試合。 またこれに伴ってオリックスと阪神の保護地域は2007年までの3シーズンの間大阪府と兵庫県の2府県とする暫定措置が取られたダブルフランチャイズ制。ところが2005年10月大阪シティドームはさらなる負担を避けようとする大阪市の求めに応じて特定調停を取り下げ会社構成法の適用を申請した。その後のドームの運営体制が不確定な事態と なった影響から、オリックスは2006年シーズンの専用球場の登録をスカイマークスタジアムに変更し、主催公式戦を半数ずつ開催する措置を取った。2006年4月、オリックス直接は、オリックス主会社のオリックスリアルエステート、現在のオリックス不動産が、大阪ドームの施設買収と大阪式ドーム社の株式取得に乗り出し、 6月になってここから10年後に大阪市へ寄付することを視野に入れて、シティドーム社から施設を90億で買収、シティドーム社を100%検視した上で新たな募集株式をオリックスが取得した詳細は大阪シティドーム参照。これを受けてオリックスは2007年、再びドームを専用球場として登録。同年はオリックス主催公式戦のうち48試合が、 大阪で開催された。2008年に前述の暫定措置が延長されなかったものの、オリックスは本拠地の一本化を取りやめて試合数は2007年のままとした。この件とは別に施設命名権の売却が行われ、2006年7月から京セラドーム大阪を名乗ることとなった。後述。施設買収後、オリックスは積極的に施設の改修を行っている。広告や イベント貸し出し日の増加、固定資産税、家屋のみ、全額免除など、大阪市の支援もあり、シティドーム社の経営は黒字で、ドームの寄付も先延ばしとなっている。一方で、周囲は再開発が進み、新たな商業施設が続々と設立されている。パドーは、阪神南波線ドーム前駅の工事に合わせて2007年に解体され、 イオンを誘致する計画があったものの、しばらくは、さらちのままであったが、イオンモール、大阪ドーム式として2013年5月31日にオープンした。またドーム西隣にも、大和ハウス工業による、健康、スポーツ関連の複合商業施設、ホレオ大阪ドーム式と、病院が開業、ドーム南隣には、ホームセンター、スーパービバホームが開業した。 また2015年1月30日より、京セラドーム大阪の周辺にあった大阪ガス施設が再開発され、大阪ガスの展示、イベント施設、ハグミュージアムが開館した。京セラ参加の京セラドキュメントソリューションズは2003年4月から大阪ドームの場内に広告を検出している。このことから2006年1月中旬頃、大阪シティドームが 京セラに施設命名権の売却を打診したところ、京セラ側がこれに応じ、大阪式ドームと京セラは、同年3月2日付で命名権契約に基本合意し、同年4月1日付で故障を京セラドーム大阪に変更することが決定した。当初、京セラ側は、故障を単に京セラドームとする意向であったが、地元商店街や周辺住民などから、大阪の名を残してほしいと、 生願があったことなどに鑑みて、大阪の名が残ることになった。しかし大阪市ドームは、当時会社構成法による構成手続きの最中であり、経営再建に向けた手続きの絡みなどもあって、正式な契約書の締結が遅れたため、実際の故障変更は、予定より3ヶ月遅れの7月1日までずれ込んだ。なお、 契約期間は2011年3月31日までの5年間。契約金額は非公表だが年額数億円と推定されている。なお、京セラは当時の大阪式ドームの経営再建問題には一切関与していない。大阪式ドームと京セラは1回目の契約満了を前にした2011年1月11日に、 同年4月1日から2014年3月31日までの3年を対象に命名権契約を更新したことを公表。さらに京セラは2013年12月11日に2014年4月1日から2017年3月31日までの3年間に渡る命名権契約の締結で大阪式道具と合意したことを発表した。ただし、 上記の契約ではいずれも契約金額を明らかにしていない。なお、京セラでは、命名権契約を2度更新したことへの狙いについて、ドームには来場者が多く、企業イメージの向上を図ることができるとのコメントを出している。基本構造は、横浜スタジアムや、福岡や福岡、ドームのような円形球場であるが、可動席は、ガイアスタンドと、 ガイアフェンスを分割することによって独自の方式を採用している。現在の石井あたりの球場使用料は不明だが、かつての本拠地球団である大阪近鉄バファローズは年間使用料として管理費込みで11億円を支払っていた。この高額な年間使用料が当時の近鉄球団の経営に致命傷を負わせたとも言われる。スタンドは深園型となっており、 全ての座席が球場の中心点、二塁ベースのやや後方に向いている。通常の円形球場ではドーナツ型の固定スタンド内側に弓型あるいは三日月型の可動スタンドを備えているが、東ドームでは固定スタンドの外野スタンド全部が削られた形となっており、フェンスが別になっている。ドーナツ型固定スタンドの内径は他より小さく、可動席はやや小さくなっている。 可動スタンドは弓形の形状で内野側と外野側の2つに分かれており、外野側のみがずれると3回コンコースに通じる階段への入り口が現れる仕組みとなっており、アリーナが観客に開放されるイベント時に使われる。ファウルポール付近にも小さな可動スタンドがあり、センター方向へ移動させてその間に仮設スタンドを設置することができる。 外野スタンドの最前列にはそれに使用するための扉が設置されている。可動スタンドはそれぞれ2本のレールの上を動く仕組みとなっている。もともとは弓型の可動席内屋側も外野側へ移動させてサッカーのフィールドが設置できるようになっているが実施されたことはない。アメリカンフットボールの場合は野球場の配置のままでもフィールドが設置できるためそのままで行われている。 野球場として使用する場合、スコアボード直下、センターの座席は、バックスクリーンの役割とするため立ち入り禁止となるが、開設当初はその部分を黒のシートで覆っていた。現在は、他の座席、水色とは区分けするため座席を濃い青色に塗り直している。また、上段席、5階席は使用されないイベントでは、閉鎖される。野球場としてはスタンドが高くなり、 四角が多くなるのが円形球場の特徴であるが独特のスタンド配置により当たりドームは特にその欠点が目立つようになっている。またガイアファウルゾーンが狭いことも影響してファウルポール際が見えない席が多くなっている。自分の席に近い平際の四角が大きくバックネットに近い内野席ではホームベースが一塁三塁が合わない野席では1塁3塁 ベースが見えにくい座席がある。また、外野席は、下段では、メインスコアボードが見えなゆえに、上段の圧迫感が強く、上段では、開放感はあるが外野フェンス際が見えないため、ホームランかどうか、打球判断ができない。同じく円形2葬式のスタンドを持つ名古屋ドームと、比較すると、上段席の最前列が、球場中心部に近く、スタンドの傾斜がきつい。外野席は、 下段最前列でも高い位置にあり、上段最前列が下段最前列の真上にあるため四角がより大きくなっている。逆に言えばよりコンパクトにまとまっており、コンサート会場としては優秀と言える。なおファウルポール際に関しては内野席の外野側をバッテリー間方向に向け外野側のファウルゾーンを狭くする近年の球場ではどこでも見えにくくなっている。なおサイドビジョンは メインスコアボードが見えない外野席の正面になるように設置されている。座席はバックネット裏が水色でやや大型なものが配置され、他の内野席が青色の背もたれあり、外野席が青色の背もたれなしとなっていたが、2011年からバックネット裏中央の前列が160席のソファーシートに変更されている。オリックス主催試合では、 エクセレントシートと称される年間指定席となっている。会場当初はバックネットが吊り下げ式、内上げ断石最前列の防球ネットが支柱式でイベント時などには取り外していた。2009年からバックネットを東洋棒の第二魔制で取り外す時には天井へ収納されるものに変更し、さらに内上げ断石最前列の防球ネットも2010年から支柱の ないり下げ式に変更された天井への収納機能なし。スタンド内には2つのホームランの着弾点に記念するものが残されている。1つ目は鈴木隆久の公式戦初ホームランでレフト下段に記念プレートが設置されている。2つ目はタフィローズのシーズン55号ホームランで一塁側内野席の座席の1つがバラ色のものに取り替えられており、ボールの形も刻まれている。 空席が目立つのを逆手に取った営業策として混雑が予想される試合を除いたバファローズ公式戦で外野側の上段内野席が閉鎖され横断幕形式の広告スペースとなっている三塁側は2010年4月13日から3年間通信販売業ワンステップが運営する通販サイトキラットの広告が出されるサイズは全長横100メートル 幅12メートル、座席2000席分と屋外を含めた球場の広告物としては国内最大のサイズで2013年以降も広告契約の更新によって掲示を継続。2013年からは3類外野寄りのビスタルームの利用を停止した上で広告掲示スペースに当てている。一類側については一時 CN プレイガイドの広告が出ていたが 広告契約の有無については非公表。広告主の募集期間中には、監督と主力選手の写真を並べた幕や、バファローズの球団スローガンを大きく記したイラストの幕を掲示している。ただし、一塁側内野席の混雑状況が球団の予測を上回った場合には、球団の判断で会場後に広告幕を撤去することがある。広告掲示は2015年まで継続され、 2016年以降は掲示していない。バルコニー席は外イヤ2階と内野6.78階にある。2階はレストラン6.78階は特別観覧席のものとなっている。2階には防球ネットが張られているが2012年に入れ替わったライト側の1店舗はネットを設置していない。2010年3月20日のパシフィックリーグ開幕戦。 オリックス対楽天戦からプロ野球の試合日にのみ、稼働席の内側にフィールドシートを仮設している。ただし、稼働席の移動の障害になるため、イベントでアリーナを使用する場合には取り外す。また社会人野球日本選手権大会などのアマチュア野球の試合でも使用されておらず、前後の使用状況によってシートが設置されているかは異なる。フィールドシートでは、 1.3類側とも、ホームベースに近いゾーン A と外野スタンドに近いゾーン B に区別。ゾーン A では、旅客機のファーストクラスと同じ材質の座席と、座席単位で専用テーブルを設けている関係で、ゾーン B より料金を高く設定している。また、いずれのシートにも、グラウンドと接する面には、下部にラバーフェンスしか設けていない。このため、試合中には観客に対して、 付属のヘルメットの着用を義務付けている。その一方で、オリックス主催試合会再びの試合前に、有料で2から3回実施している、ドームツアーには、一塁側のフィールドシートから1時間に、渡って、同球団の練習の模様を観覧できるプランを用意。シートで試合を観戦できなくても、ツアースタッフの動向、ヘルメットの着用を条件に、シートへ座ったり、 ゾーン内で写真を撮影したりするる。ことが認められているなお、フィールドシートには、スポンサー契約による、命名権を設定。2010年から3年間は、アバンスホーム事務所が、命名権を取得していた関係で、アバンスシートと名付けられた。2013年には、モバプロ、オンラインでの無料プロ野球シミュレーションゲームを、運営する、モブキャストと契約を結んだことから、 モバプロシートに解消。大阪商業大学、大正大 OB の谷義友が8年ぶりに、オリックスへ復帰した2014年には、同大学を運営する、谷岡学園が、命名権を取得したことから、大正大シートという名称で運用する。命名権の契約期間中でも、他球団の主催試合では、フィールドシートと称することがある。両翼100メートル。 中堅122メートルの国際規格となっている。ガイア積載前列は8メートルほどの高さにあるが、ガイアフェンスは少し内側で別になっており高さは4.2メートルとなっている。ガイア側のファウルゾーンは狭くなっており、アメリカの流れをいち早く取り入れたと言える。グラウンドには全面に人工芝を採用している。会場当初は、 巻き取り式のショートパイル人工芝だったが、2003年シーズンより、ロングパイル人工芝に切り替えた。その後、2007年からは、内野部分のみを入れ替え、類幹部などを赤茶色の人工芝に変更して、総天然芝に見えるようにしている。さらに2011年シーズンからは全面を、アストロ社製の新型人工芝、アストロピッチ SLKDV に張り替えている。 ファウルゾーンは円形球場としては狭く、フィールドシートの設置によりさらに狭くなっている。そして2018年シーズンからは、水野社と積水樹脂社が共同開発した野球専用人工芝、MS クラフトベースボールターフに張り替えている。フェンスは2012年のシーズン開幕前に改修し、選手の安全確保を目的として、 ソフトラバーフェンスと呼ばれるクッション性の高いフェンスを採用するとともに、これまで15年間使ってきた水色から濃い紺色、オリックスバファローズのチームカラーに変更した。さらに翌年には水色を残していたスタンド上部のフェンスも同色に塗り替えた。会場当初よりメインとサブの2台の前面、LED 式ビジョンのスコアボードを設置している。2008年にビジョンが拡張。 リニューアルされ、さらにライト側、レフト側応援団からは、真正面に近い位置にある、ビスタルーム部分に、新たに、サブビジョンが設置された。また場内撮影用のテレビカメラが、ハイビジョンカメラとなった。スコアボードの表示方法の変遷は、以下の通り。メインビジョンは、ハイビジョン映像、16、9の画面に画面同時表現可能である。なお、 場内撮影用カメラで撮影された映像は、4、3画面時もハイビジョン画質の映像、16、9映像の両端をサイドカットした映像である。サイドビジョンの映像部は、ハイビジョン映像、16、9の画面の2画面同時表現が可能である。映像部と別に、上部に文字表示部があり、固定文字、流し文字などの表現や、図形の組み合わせ表示が可能であり、 リボンビジョンとほぼ同じ用途で使われている。ビジョンはパナソニック製であり、広告も入っていたが、パナソニックの製造撤退などもあり、消されている。現在は映像創出を担当している。ソニービジネスソリューションの広告がサブスコアボード両脇に存在する。屋根は周回部分がスカイホールにあたり、波打った独特の形状をしている。 中央部の直径76メートルの部分はポリカーボネートになっており自然光を取り入れることが可能になっている。屋根の最後部は地上からの高さ83メートルとなっている。天井の中央部にはスーパーリングと呼ばれる反響板と遮光板を兼ねたものが吊り下げられている。外側の6つのリング状のものと中央の1つの皿状のものからなり、 一番外側のものは固定され、他の6つのものが上下する仕組みとなっている。内側に向かって下る傾斜が付けられており、すべて上に引き上げられた場合はその隙間から自然光を取り入れることができる。この時のグラウンドからの天井光は72メートルとなる。内側から4枚目のリングに合わせて、内側3枚のリングを下げれば、光を漏らさない状態となり、 この時の天井口は60メートルである。固定式の外側のリングの高さに全ての高さを揃えれば自然光を取り入れつつ空白感を軽減する展示会モードとなる。外側のリングに合わせて6枚のリングの端を揃えるように下げていくと天井口が36メートルとなり残響時間を減らすことができる。このシステムは音響の面からアーティストに好評であった。しかし、 このシステムの制御装置の電子部品が製造中止となり、万が一故障した場合修理に多大な時間と費用がかかることになること、天井が低い位置で停止した場合には、野球開催に高い位置で停止した場合は、昼間のコンサート開催に支障が出るために、2004年8月頃から高さ60メートルの位置で固定してこのシステムは使用していない。ただし、 中央のものにはスピーカーが備えられていることもあり、現在も補修、取り替えのために地表面まで下ろすことがある。中央部からバックスクリーン方向にかけてはグリッドトラスと呼称される鉄骨を吊り下げることができる。下面にはフックが付けられており、ウインチなどを介して照明やスピーカーなど用のバトンを吊り下げることができる。ただし規模が小さい。 他のドームには同等のシステムがないなどの理由で単発コンサートでの利用が多い。未使用時はバックスクリーンの上部あたりの天井に収納されており取り付け位置を変更する際はグラウンドを転がす。そのため方向固定式のタイヤが付けられている。フックはスーパーリングにも設けられているが現在では固定されたために使用できない。開業当初は 天井口を36メートルまで下げた状態でスーパーリングにウォールカーテンと呼ばれる仕切り膜を吊り下げドーム内を2分した状態でコンサートを行う想定もあった。場内で在阪の AM ラジオ放送が FM 電波を使用して再送信されており FM 放送を受信できる機器の周波数を下記に合わせることで聴取可能だった。大阪近鉄バファローズが 本拠地としていた時にはファンを対象とした冊子に掲載されていたが、オリックス・バファローズが本拠地としている現在は冊子に掲載されていない。公師交代の間にスコアボードに表示されることがあった。周波数は以下の通り。現在はすべてのビジョンにおいて表示されていない。ただし、阪神が主催ゲームを行う場合にはビジョンで案内されている。 試合開催日の練習見学ツアーと非イベント開催日のドームツアーが開催されている。グラウンドベンチブルペン、練習風景等を見学することができる。本類広報には上下2カ所にフルカラー LED 広告版が設けられている。2010年までは回転式広告版であった。2011年にはセンターバックスクリーンの2階部分にも LED による 広告看板を設置した。大阪ドームのある、千代崎三丁目は、もともと、寺島、千代崎1.2丁目方面と関助等大正区方面に挟まれた川ともあわらとも、つかないような場所で、1757年、法暦7年に、前田や新田、1773年、安永2年に、岩崎神殿が開墾されて、全時陸地化した経緯を持っており、 地盤は軟弱である。加えて、1952年、昭和27年に、尻なし川の上流区間が埋め立てられたが、大阪ドームはその埋め立てられた川跡にまたがって、立地している。かつてグレーなどの縦乗りが行われるコンサートを、開催した際、ドーム周辺の住宅地において、震度1から3程度の揺れを感じることがあったため、縦乗りを行うコンサートには、使用を規制している。 縦乗りを行わないコンサートでもジャンプ等は行わないよう公演前に必ず観客に向けて念入りに注意を呼びかけており観客席への通路にはその他の禁止行為を示すッと文章が書かれているこの縦乗り問題が大きく取り上げられるようになったのは2003年末頃からであるグレーは2005年に5大ドームツアー札幌、東京、名古屋、大阪 福岡を計画していたが、大阪ドームについてはこの縦乗り騒動が発端となり、最後まで交渉を重ねたものの結局は決裂し、その代替会場としてインテックス大阪でライブを開催した経緯がある。このため、集客力の劣る同会場での開催が決定した後、グレーは大阪公演だけは4日間と他会場より公演数を多めに設定し、 かつか首それぞれ違った構成でライブを開催した。また、地元、大阪出身の歌手である、八いだひとみも2001年と2002年の大晦日にカウントダウンライブを行ったが、2004年については、大晦日ではなく12月18日に開催し、ライブも夜9時までに終わらせるようにした。また、この年の公演は、地震対策として、グラウンド部分に設置する。 アリーナ席を大幅に減らし、縦乗りしにくい選曲で、ライブが構成されるまでに至った。さらに、このライブをもって、ヤイデンは、今後ドーム公演を行わない方針を明かした。ただし、この件に関して、ヤイダ本人のコメントによると、大阪ドームの縦乗りが原因ではなく、観客とより、ダイレクトな空間でライブを行いたいために以前から、決意していたことであり、大阪ドームでの縦乗りとは、 無関係であるとしている。阪神タイガースは、親会社の阪神電気鉄道が、旧運営会社、第三セクターに出資した経緯があり、本拠地の阪神甲子園球場に近いことや、西大阪線の延伸予定地、現在の阪神南波線に近かったことから、会場以来、地方開催扱いで主催試合を行っている。ただし、対戦相手が読売ジャイアンツとの試合は、 開催されていない。当初は、梅雨の時期と、全国高等学校野球選手権大会の時期に1カードずつであったが、2007年以降現在は、開幕直後の、選抜高等学校野球大会開催期間中に、1カード、8月の全国高等学校野球選手権、大会開催期間中に2カード、計8内至急試合というのが通例になっている。 他の時期に1カード追加されたシーズンあり、これにより、市のロードの負担が軽減されている。2007年から2009年の3年間のシーズンオフにかけて行われた阪神甲子園球場の改修工事に伴い、阪神が10月以降の公式戦を及び、クライマックスシリーズ、日本シリーズに進出した場合に、甲子園が使用できないこととなったため、スカイマークスタジアム、現、 ホットモットフィールド神戸と共に代替球場として挙げられた。実際に2008年10月のクライマックスシリーズファーストステージの3試合が京セラドームで行われた。2008年10月の公式戦はスカイマークで開催。2009年10月の公式戦は後期の見直し等により甲子園球場で開催された。1997年以後、 読売ジャイアンツ主催の公式戦が年1から2試合行われている。そもそも関西での巨人主催の試合はフランチャイズ制が敷かれる前にも稀にあったがフランチャイズ制が確立された1952年以後では西京国球場でのオープン戦のみであった。しかし大阪ドームが誕生した1997年は読売新聞大阪本社が創刊45周年となったことから これを記念して、大阪での巨人主催試合を企画した。これ以後も1999年と2001年以後の、毎年、ただし2011年は開催せず、原則として7月下旬、都市対抗開催期間中の長期ロードに2試合、これに加えて、東海地方異性のいずれかの地方球場1試合とで、1カード3連戦を開催している。なお、阪神との対戦は、公式戦では、 いずれの主催でも大阪ドームで開催された実績はない。このほか、オリックスと同じくパリーグに所属する福岡ソフトバンクホークスも2014年に高野祭典シリーズの一環として8月18日に大西部戦を大阪ドームで初めて公式戦を開催した。ホークスが大阪で公式戦を主催するのは大英による南海ホークスの買収で本拠地を大阪市 1938から1988年まで大阪府が保護地域から福岡市に移転した1989年以降初めてであった公式戦の日程が発表されるまではホークスの対戦相手がオリックスと報じられていた2015年以降も毎年7月ないし8月に1試合を大阪ドームにてオリックス以外の球団との公式戦を1試合開催している 2017年6月25日には、オリックスと女子プロ野球とのスペシャルコラボマッチにより、当日のオリックスの試合、デーゲーム終了後に女子プロ野球公式戦、兵庫ディオーネ対埼玉アストライアが初めて開催された。また、翌2018年も同様の企画で、9月1日にオリックスの試合、デーゲーム終了後に京都フローラ対埼玉アストライアの試合が行われた。 ドーム初使用順に掲載は開催予定を表す。なお、滋賀県東大見市にある京セラ全駅、大見鉄道本線を東急上の最寄り駅と誤解する観客が少なからず存在するため、大見鉄道の主要駅では京セラドーム大阪の最寄り駅は京セラ前ではありませんという注意書きが掲出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。